ね、もう最悪なこと起きちゃって、髪の毛に何かをつけていて、めっちゃ絡まる。おはようございます。ザムさん、ハートありがとうございます。前田マーさん、クラッカーありがとうございます。前田くん、クラッカーありがとうございます。ヤスさん、お年越しそばありがとうございます。山田アタオさん、ハートありがとうございます。ミレイヤーさん、よいお年ありがとうございます。あやたかさん、クラッカーありがとうございます。チカちゃん、ハートありがとうございます。ホタテさん、よいお年ありがとうございます。前田マーさん、指だるまありがとうございます。お魚さん、よいお年ありがとうございます。シーチャンペさん、花火ありがとうございます。フジアンさん、ハートありがとうございます。強いリンコさん、ハートありがとうございます。のりぺさん、年越しそばありがとうございます。バウッチさん、年越しそばありがとうございます。ちーちゃんぺさん、よいお年ありがとうございます。浜野さん、かわいいありがとうございます。博多のなるなるさん、よいお年ありがとうございます。高価の福田さん、クラッカーありがとうございます。とんさかなさん、花火ありがとうございます。前野くん、よいお年ありがとうございます。おはようございます。ぼっちさん、よいお年ありがとうございます。しーちゃんぺさん、だるまり、じゃんじゅ、なんだっけ、にきだるまありがとうございます。かとっぺくん、年越しそばありがとうございます。スターお魚さん、レインボースターありがとうございます。クロさん、花火ありがとうございます。まいのくん、花火ありがとうございます。ボスボスさん、バラありがとうございます。ニャンタさん、ハートありがとうございます。もんで聞いてます。クロさん、ハートありがとうございます。カトーピ君、私ありがとうございます。みんなでハウステンボス、今日最終日もね、ハウステンボス楽しみ、最終日もよろしくお願いします。2023年、なんか全然さ、今日が大晦日っていう感じがしない。今日が大晦日っていう感じがしなさすぎて、さん、ハートありがとうございます。まんまるさん、ハートありがとうございます。コオロギさん、クラッカーありがとうございます。ともぞっぺさん、よいとしょたくさんありがとうございます。グラインさん、ハートありがとうございます。コオロギさん、年越しそばありがとうございます。ハウステンボス頑張ります。今日見たかな。私はハウステンボスのカウントダウンライブに出るので、お家では何もできないけど、そう、クロさん、よいお年ありがとうございます。ハウステンボス世界ありがとうございます。さあ、寝れましたか。明日の、今日のハウステンボスの覚えることがすごすぎて、まあ寝たけど
まあまあ寝ました。でも今年最後の覚えることなので、そう頑張りました。立ち位置が難しくてめっちゃ複雑だから、メイドグリーンのペンライト売るのありがとうございます。黒さん、雪だるまありがとうございます。山崎パンさん、ハートありがとうございます。ヒデさん、クラッカーありがとうございます。おみそかって感じしてるよ。でもね、カウントダウンライブ来てくださる方はそんな感じするのかな。私も行くんだけどなかなか実感してません。ぼっちさん、花火ありがとうございます。アナグマイチロさん、ハートありがとうございます。メフィラスさん、ハートありがとうございます。ホタテさん、だるまありがとうございます。あ、違う、雪だるまありがとうございます。ハラカラさん、花火ありがとうございます。黒さん、花火ありがとうございます。ギフト読み配信確かに大掃除何もやってない。もう大掃除もう私もやってないです。お部屋とか何も片付けてない。ある程度片付いてるんだけど、あの掃除機とか拭き掃除とか全然やってない。ハマドさん、花火ありがとうございます。ドラさん、花火ありがとうございます。チカックさん、花火ありがとうございます。ドラさん、ハートありがとうございます。クロさん、花束ありがとうございます。ホワイトポップコーンさん、花火ありがとうございます。一度ハウステンボスのライブ行ってみたい。今年は結構そう盛りだくさんです。今起きた、おはようございます。今年最後だからね、ハウステンボスが。最後まで頑張ります。ヤシターさん、レインボースターありがとうございます。今年はつぼみ公演お疲れ様でした。そうですね、今年は何があった年かな。でもまあつぼみ公演やったのが大きいね。結構夏休みじゃないか、夏から今まではずっとつぼみ公演でした頑張ったのは夏らへんから覚え出して、私はつぼみ公園が一番大きかったかな。一番って言われたらね、他にもあるけど一番はつぼみ公園ですね。やっぱり異常双眼鏡持っていく、見てね。バイキンマンさん、ハートありがとうございます。兵庫のごろさん、クラッカーありがとうございます。モゾッペさん、花火ありがとうございます。時刻も早くリハーサル終わったけど覚えること多い。そう、覚えることが多かったんです。
ウリリンさんハートありがとうございます。前田くん年越しそばありがとうございます。クリリンさんお良い年ありがとうございます。昨日水色着てリハ行きました。そう、今年は室内なので、そうあったかそう、まあ暑そうなんですけどお正月に置いていかれないように。お正月に置いていかれるってどういうこと？お正月に置いていかれる長崎観光してハウステンボス行く。長崎は朝から雨降ってたけど今は止んでるっぽい。もう朝雨の音めっちゃすごかった。福岡も。やっさ水色のクマありがとうございます。森長さん、だるまありがとうございます。今日この頃さん、クラッカーありがとうございます。たのお魚さん、雪だるまありがとうございます。バウッチさん、クラッカーありがとうございます。トラさん、ハートありがとうございます。初めての対面の久しぶりか。確かにそれもね、この間だけどありますね。大阪さん、お疲れありがとうございます。下半期はそうね、今年の約3分の1は総務公演に費やした。そうね、町民公園のやる期間が一番長かったかな思います。クロスお疲れありがとうございます。ラビリンスもね、博多ドーンができて、ノアさんのおかげでね。クロさん、花束ありがとうございます。花火もありがとうございます。今日このごさん、花火ありがとうございます。2024年の抱負は何だろう。抱負は、そうですね、なんだろう、抱負、抱負はちょっと考えとこう。どうぞべさん、レインボースターありがとうございます。のりぺさん、花火ありがとうございます。かんさん、花火ありがとうございます。マーさん、ハートありがとうございます。前野くん、ハートありがとうございます。キボツボと神戸ハマったんだよ、嬉しい。トマハさん、ハートありがとうございます。ヤスさん、花火ありがとうございます。クロさん、良いお年をありがとうございます。ミュウミムさん、たくさんレインボースターありがとうございます。例の映画、自分を見たから神戸と語り合いたいですね。あれちょっと語れますよね。私は1時間くらい語れると思うまだ内容をこの間見たばっかりだから、まだ内容を理解してます。
クロさんありがとう、ありがとうございます。イゾピオンさんお疲れ、たくさんありがとうございます。モゾップさん、クラッカーありがとうございます。ヤシさん、花火ありがとうございます。イゾピオンさんたくさんレインボーさんありがとうございます。ケチャケチャキサハートありがとうございます。イゾピオンさん、良いお年をありがとうございます。ちさんありがとうございます。ホタテさん花火ありがとうございます。近くさん花火ありがとうございます。オンラインで語りましょう、語りましょう。ウッチーさんハートありがとうございます。バウッチーさん良いお年ありがとうございます。クロさん良いお年ありがとうございます。クロさんリンボスターありがとうございます。久しぶり映画行ったんですよ、私もこの間の映画を久しぶり見に行ったんですけどなんかね、結構前は頻繁に映画を見に行ってたんですけど、小学生、高学年、そんなないかな、中学生の時はめっちゃ映画好きで、映画館が好きでめっちゃ見に行ってたんですけど、まさあきさんハートありがとうございます。のりぺさんレインボースターありがとうございます。コペ初めて見た映画は、私が初めて見た映画なんだろう、やっぱりクレヨンしんちゃんとかドラえもんは小さい頃に見に行った記憶があります、ね、だからドラえもんかクレヨンしんちゃんだと思います。ミムミムさん、雪だるまありがとうございます。プリータンダスの雪だるまありがとうございます。エンディアモトコーペに会えますように、私も会えますように。まだ来年かまだ来年か。ただのさかなさん、クラッカーありがとうございます。 MJJ さん、花火ありがとうございます。のらくろさん、クラッカーありがとうございます。コピおはよう、おはよう。7日のここでお邪魔します、お願いします。ちょうど1週間後だね。安くて映画3本見られる映画館によく行った。すごそうなの。本も好きって言ってたけど、最近本は読んでない、読めてない、読めてないんだけど、この間見たその例の映画の小説があるんですよ。それを今度買って読みたいなって思ってます。なんか小説と実写ちょっと内容が違うらしくて、読んでみたいなって思ってる。僕の初めて見た映画はメカゴジラの逆襲そう、ゴジラ。友達さん、クラッカーありがとうございます。今日年越しそばをお家で食べれるのかな、多分バスで年越しちゃうと思うので、今日は年越しそばは食べれないかな。黒さん、お手紙ありがとうございます。万蔵ですが何かさん、花火ありがとうございます。お年玉たくさんもらえそう、お年玉たくさんもらいますもらいます。
小説の小説はね割と読むのが早い方だと思うんで、読みたいんですよね。でも全然最近読めてない、小説とか本に触れ合ってない最近。前田くんハートありがとうございます。クリリンさん花火ありがとうございます。ミュミュさん花火ありがとうございます。タウンサカンさんファイトありがとうございます。クロさん年越しそばありがとうございます。もらえます。今からバイト行ってくるって。いやー大晦日に頑張って。皆さんもお仕事はもう終わったのかな。今年はから強いですよ。バウッチさん、行きたりもありがとうございます。今キャッシュレスでお年玉もらう子も出てきているみたいで時代だなぁと。そういうことね。ペイペイとかね。トモゾーペさん、ゆきだるまありがとうございます。ちかちゃんハートありがとうございます。ハラッチさん、水色のクマありがとうございます。肉まありがとう。どちらもあげたいわって。お待ちしてます。ぺちゃんからのお年玉はサイン入り生写真でした。おめでとうございます。ナミさんハートありがとうございます。ハウステンボスに蛇口からホットチョコレートね、知ってる。それ蛇口から出てくる、あのハウステンボスの大きいガチャガチャ回してみたいんですよ。どちらもおしゃべり会の申し込み。そうだね、そうです。私はお年玉はおしゃべり会の申し込みでお願いします。1月はオンラインがあって、3月4月はおしゃべり会があって、去年ハウステンボスたくさん面白い動画撮ってくれたよね。ハンちゃんと踊ってる。そう、あの去年のハウステンボスはあの時間がもうあのなんていうの、待機時間が待機時間が長すぎて、もうずっとハンちゃんとも写真を撮ってました。ミヤリカさんハートありがとうございます。ハウステンボスはオーディション以来、いや去年行ったから去年以来です。松山の空港で、あ、蛇口からオレンジジュース知ってる。蛇口からシリーズ結構知ってる。タノお魚さん、良いお年ありがとうございます。今日は東京からハウステンボスに行きます。コブちゃん来年もよろしくお願いします。古いところから研究生として最後の一日。そうです、
今日まで研究生でしっかり頑張りたいと思います。年末に可愛いグッズがいろいろ届いて部屋の中はコペだらけです。私だらけだって。あのあれとかかな、カレンダーとかね。ムジェジュニアさん年越しそばありがとうございます。ミムミムさん花火ありがとうございます。ビーバーさん良い年ありがとうございます。長崎市内晴れてきたよ。ジジさんハートありがとうございます。見つけた高校研究生の表示もそういうことか。あ、確かにあの可愛いカレンダー早く肉眼で見たい。早く届きますように。加藤ペ君よいお年をありがとうございます。劇場公演に行った時に買う写真はいっぱい部屋に貼ってある。すごい、いっぱい部屋に貼ってください。ハウステンボス早いね。とっても早起き。ミヤリカさん、なんだっけ、雪だるまありがとうございます。木太郎さん花火ありがとうございます。コペカレンダー元気出る。本当よかった。それならたくさん見て元気を出してください。前田くんハードありがとうございます。イソピョンさん年越しそばありがとうございます。やっとコメントが一番上まで追いつけた。おみそかハウステンボスって素敵だろうな。去年はめっちゃ寒かったんだよね確か。めっちゃ寒かった記憶がある。海沿いじゃないけど風がすごかった。帰ったら再発宅。再配達か。カレンダー受け取ります。さとちゃんハートありがとうございます。1月のオンライン始めましたので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はじめましての方たくさんお待ちしてるので待ってます。黒さんかわいい、たくさんありがとうございます。去年本当に寒かった記憶しかなかった。本当に寒かった去年はね。はじめまして、違いますよね。はじめましてじゃないです。お掃除終わったから今日のんびり過ごす、それがいいです。はじめまして絶対違う。違いますよね。ちゃんのオンラインめっちゃ楽しいからリアルもので見すぎて嬉しい。
ステージ前から5列目だよ。本当はロイヤルシートよかった。5列目ってすごくない？めっちゃ前。トモゾッペさん、クラッカーありがとうございます。バウチさん、花束ありがとうございます。10分ぐらいいただけてもう暑い。上着注意。本当そんなに、そんなそうでもない気温。ペのお宅を博多駅に迎えに行ってます。目切れすぎてすっごまれそうになった。なってもしかしたらハウステンボスでめっちゃ時間があったら配信するかもしれないので、通知をオンにしててください。もしかしたらハウステンボスでもできるかもしれない。できない時のためにやってます。朝できないかもしれないけど、もしかしたらできなかった時はごめんなさい。だいぶまで言わず無事になります。やっぱリハとかいろいろあるから、リハから本番までの時間とかがあるかわかんないけど、あったら配信したいなって。でもできるかもわからないので、配信やるかもとか言ってできなかったらごめんなさい。前野くん、ハートありがとうございます。自己マネージャーさんが会場で配信してもいいよって言われたけど、保険で朝やるって言ってた。そう、会場でしてもいいよって。私も藤子と同じ時に言われたんだけど、もできなかった時は怖いなと思って、生きがいのコッペの声に癒されています。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。のりっぺさん、たくさん言うとしありがとうございます。保険大事だから。ぼっちさん、言うとしありがとうございます。よし、じゃあちょっとそろそろランキングを読もうかな。と思います。では。ランキング読みまーす。13位から。13位、バウッチさん、ありがとうございます。あ、今年最後のランキングです。10歳バウッチさん、ありがとうございます。12ハラッチさん、ありがとうございます。11位杉太郎さん、ありがとうございます。10位マンゾーですが何かさん、ありがとうございます。9位カトペ君、ありがとうございます。8位前野君、ありがとうございます。7位ムジェイジュニアさん、ありがとうございます。6位ノリペさん、ありがとうございます。5位クロさん、ありがとうございます。4位ヤスさん、ありがとうございます。3位トモゾッペさん、ありがとうございます。2位ミムミムさん、ありがとうございます。1位イソピョンさん、ありがとうございました。では2023年も皆さんありがとうございました。はい、毎日配信見てくれたりとか
くれて、たくさん会いに来てくれて、皆さんありがとうございました。ということで2024年も楽しみましょう楽しみましょう。ということで年内ラスト配信終わりたいと思います。めっちゃコメントが早いありがとうございました。2024年、皆さんお正月楽しんでください。まあお正月期間も配信やるんだけど、楽しんでください。ありがとうございました。ではバイバーイ。